どうも赤星せよ赤星マシマシでーす、お願いします、うん、はい、というわけで今回は豚そばココトンさん、こちら茨城県ひたちなか市大座東石川ということで、かなり茨城の、北西の方まで行ってまいりましたが、常磐線の沢駅という場所から、まあ、28分お店の前にね、こう駐車場が少し止められるところあるので使ってください。おしゃれですね、おしゃれな、そうでね、普段は煮干しをふんだんに使ったね、中華そばココロというラーメン屋さんなんですよ。二郎系じゃないです本来は、なんですが、土曜日の18時から20時のたった2時間だけですね2時間だけ幻のと言って過言ではない、しかも野望が変わるというね、で土曜日の夜は、豚そば1個だけ、あとトッピングわーっとありますけども、まあ、この中で上陸したのはこの豚バラだよね、豚バラ、今回はこの豚そばとメンマシとこの豚バラを追加したものを頼んでる、どんなものが来るんですか、こちらでございますね、来ちゃいましたね、100円でこれ追加できますからね、で追加しなくてもデフォでこれ乗るから、あ、まあそう、すさまじいでかい豚が乗る、なんだろうなこれは、もうココトンです、ココトンなんです、これが巨大な豚の下にいろいろありますけども、こんなね、お酢もなんかもうお酢のバラエティーがすごい、本当だ、バルサミコとかいろいろあるんで、後ほど見ていきましょうということですね、っぽいですね、スニーカー見てまあ、あるけどね、こういうのね、から見たら豚はね、ギュチ加減や香ばしさ凄まじいんで、今回は何度もリポートしていきたいと思います。で、先にね野菜とかも食べていきますけども、食感がねザクザク野菜なんですね、あの茹で具合としてはそうだな、結構うまい茹で方をしてるというか、シャキでもないしクタでもない、食べ応えのある、ある、そうなんですよ、でオフィシャルにマシマシコールを、ね、掲げてはないんで、店主さんにこう増してほしいときはちょっと相談した方がいいかも、これはちなみに相談したんですか、相談してマシマシいけますかということで、乗るだけいきますみたいな感じ、乗るだけいきます、乗るだけいきます、乗るだけいきますバージョンです、乗るだけいきましたね、で僕的にはこれもうレンガのような豚だと思ってね、2個目いってますけども、噛むこと自体が気持ちいいんだよね、もうね、わかりますか、あのズグッとしたね、まあわかりますよ、これを求めて今回はね行ってるんで、この豚が食いたくてね、さらに、あ、最初見えなかった油は、あ、中に、そうなんです、豚ちゃんの下にいましたが、味付け油ですね、こういったね、なんか筋のちょっと入ってる食べ応え油ということでね、一口でいっちゃいます、音野菜と組み合わせてね、バランスよく食べていってくださいということでね、そしてペッパーはギャバンのホワイトペッパーでございますが、まあ、既にねパンチのある炙り豚、胡椒豚として食べても、まあ、美味しいよね、絶対美味しいですねこれね、ただね、まだまだありますよ豚さん、え、これです、ニンニクを取って、あら、ニンニク豚にしたんですが、ちょっと見てください、これね、あれ？いや、ハニトー。ハニトー？ハニトーじゃねえか、おい。男すぎるって。男バージョンにしても男すぎる。男バージョン。お、どうした？ビミ。あ、初めて、本当に、あの、はい、フォントが見やすいフォントになって、ね。めちゃくちゃ見やすかったですね。皆さんも試してみてください。ということでね、麺はね、こうツルツルなので、非常に。まあ、1回ですくおうとすると結構滑るんでね、それが物語るこの美味しさなんだけども、まあもちもち加減がいいんですよ、まあツルツルだからすすりやすいでしょう、ね、そうなんです、飲み込む時の喉越しも非常に気持ちいい、ね、あ、でも見た目はねこうカクカクしたあの形なんだけども、硬さではなく弾力で勝負できてる感じが、いたしました、ニンニクもねこれレンゲがでかいんでね、すくいやすいんですよ、ごそっと、感動レンゲですね、感動レンゲ、レンゲ情報も入れていく、ツートンカラーのレンゲですね、あ、確かにね、そんな辛さ控えめの、まあニンニクなんですけども、はい、まあ、スープの旨味をこの時点ですごい吸い込んでたんで、味付けニンニクで美味しかったです、なるほど、はい、もうスープだよねこれね、あ、まあ、ドニューカのドロリスープ、うん、でちょっと酸味がねなんか入っている、それなんでしょうね、なんなんですかね、まあ、あの元々は中華そばの煮干し系のお店なんで、何か特殊な調味料を使っているかもしれない、なるほどね、醤油感は、まあ、控えめという感じで、うん、百姓返しもありませんが、いい感じです、で、はい、ここでですね、来ました、あ、なんすかこれ、酢か、酢なんですが、ホルマリンかこちらがイカの煮干しです、はい、で、ナンプラーを利用してるという、じゃあ
ホルマリンもあながち間違いじゃねえか。間違えてもないですね。まあホルマリン自体、あーもう落とした。スーパーレベル5です。あ、はい、ちょっとむせちゃいましたけども、酢だからね、イカの風味凄まじいですよ、本当に。で、あのナンプラーと書いてあるけど、ナンプラーナンプラーはしてない、うん、どちらかというと酢の勢いが結構するよという、魚介系の酢ね。さらにまだ頼みました、こちらのガーリックビネガーね、お酢、バルサミコ酢、ニンニクということで、どんな味なんでしょうか。あ、まずは酸っぱレベルは4ということで、先ほどよりは抑えめだったけども、いっぱいかけるとですね、バルサミコの、うん、あのなんかやっぱり知ってる人しかわからない、あの深みあるじゃん。バルサミコはちょっとなんて言ったらいいか、なんて言ったらわかんないね。バルサミコの味しか言えないもんな。そこにまあちょっと普通のお酢もあって、香りが豊かだなというのが、うん、あら、いやもうやっぱお酢がやっぱ好きなので、こうなっちゃいますよ。なるほどね、はい、非常に美味しかったですということで、あ、もう豚力 96.5 ですが、全体としてはまあ90ということで、まとまったね、一応90超えということで、ございますね。いやよかった、土曜日、ね、土曜日の2時間だけってすごいすごいでしょ。ひたちなか情報いっていきましょう。はい、ロッキンジャパンとかもあるですね。ほんとにひたちなか情報じゃん。ほらロッキンジャパンのあの会場の近くということでね、フェス前に行ってもいいんじゃない。情報ちょっと待って、というね、まあ、というね、まあ、幻の二郎系ということでね、皆さんもちょっと本当にね、ロッキンジャパンがあったらもう行ってください、もう本当に。なくても行ってくださいもん、ね、ロッキン真っ先ですよ、土曜のあの2時間の時間いや、そうか抜けてきてんだよ抜けて行ってください、本当に。ごちそうさまです。Thank you.